君ってほんと真面目だよね。よく言われない？だよね。絶対そうだと思った。一緒にお勉強しよっか。まあ一応俺も先輩だし、いいところ見せちゃうよ。君ってほんと真面目だよね。よく言われない？だよね。絶対そうだと思った。君ってほんと真面目だよね。よく言われない？だよね。絶対そうだと思った。一緒にお勉強しよっか。まあ一応俺も先輩だし、いいところ見せちゃうよ。まあまあ、肩の力抜きなよ。ただの授業にそんなに力んでもしょうがないじゃん。まあまあ、肩の力抜きなよ。ただの授業にそんなに力ん…じゃ、手際よく行こっか。授業を始めよう。抜き打ちです。このぐらいできれば OK？ やっぱりついてない。僕を見張りに？ちゃんとしよっか。今日はここまで。今度教えてあげよっか。答えはこれです。常識的に考えて。まったく、マナーのなっていないことだ。うん、良い授業であった。一緒にお勉強しよっか。まあ一応俺も先輩だし、いいところ見せちゃうよ。君ってほんと真面目だよね。よく言われない？まあまあ、か。得意な科目？どんな授業でも。どの授業？まあまあ、肩の力抜き。悩むようなこと。寝ちまったら。どれにする？授業はお。どんな授業でも。どの授業に出る？カリムとは、ね、悩むだけ。どの科目にする？ボーテ。授業中に。好きな授業。何を選ん。人間。そう張り切り。まあまあ、肩の力抜。まあまあ、肩の力抜きなよ。ただの授業にそんなに。
君ってほんと真面目。一緒にお勉去年はちょっと ちょっと驚かしただけなのに、ウニちゃん。まあまあ、肩の力抜き。まあまあ、肩の力。今の君に。授業に。君ってほんと真面目だよね。よく言われない？